いやありがとう。おーありがとう。王者テラさん大勝利ですよ。てかメタルハンターなんでマヘが53なの。おかしいでしょあれは。ってことですね。しかしだな、どうしようかな。デスピサロじゃないですか。うん、やっぱデスピサロっすよね。飛ばしちゃったけど。いやー昔にミニモンで倒したことが思い出されるな。ドラキー頼むわ。ドラキーならいける。頼む、噛みつけドラキー。オラオッケー、2体で攻めて勝てるぞお前ら。おいオッケー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 、ラッキーラッキー。ラスト頼むぜスギアン。俺の信じたドラキーは間違ってない。よっしゃードラキー頑張ったよ。避けるし返すも出すし間違ってなかったんだ。いきましょう、ベビーサタンピクシーシールドこそ。いやミニモンでもう無理でしょ。なめ腐ってますね本当に僕ね。でしょ、バカにしますねこれ。もはや無謀みたいな挑戦になるんだ。いやこれで勝ったらすごいよ。いやサープ30と同じ目に合わせてやる。こうなったら行くぞ。爆発呪文とデインでしょ。ピクシーとベビーサタンがそれをクリアしてるんで条件を。行きましょう。本当は耐性優秀した方がいいんだろうな。一気に行ってみよう。もうね、この判断に、周囲のコメントが凍りついておりますね。嘘ってなってますね、多分。いや、これで勝ったらすごいぞ、お前ら。行けていい。よし !305 も与えてる。いいじゃん。うん、やばいな、これは。これやばいな。ああ、大丈夫かな。ああ当然の結果みたいになられたぞ。大丈夫。まだなんとかなると思う。俺はなんとかなると思ってる。よっしゃよっしゃよっしゃあるあるあるよ、これ。勝ったら神回ですね。もはや神回扱いかよ。イオナズン、パン一応これ爆発呪文なんで弱点はつけるはず。オッケー、オッケー、オッケー。さあ、2ターン目。下手するとこのターンで死んでしまうのではないかと私、危惧しております。いけ、デイン。はい。よし。いやー、でもシャープ30みたいにこれミニモンで勝ったらすごいよ。イオナズンを捉えた。はい。よし、ダメージを与えてる。そう、ダメージを与えてるんですよ。問題は、この2ターン目に何をしてくるか。2ターン目の攻撃が怖いですね。新デスピサロは2回コードがないだけありがたいと。2回コードはないんですね。ダブルブレス、なんか2回コードありそうな名前やな。大丈夫、避けて。避けないとやばい。あ、終わったわ。いや、奇跡の逆転を狙う。いけんのかこれ。俺は奇跡を信じるぜ。奇跡の逆転を狙います。こうなったら俺は奇跡の逆転ありますから。まあ言うて、いいよいいよ。次の3ターン目、いてつく反応の可能性もあるということで、MP が足りない。でもダメージ与えてるんですよ。うん、ダメージ与えてるから、さ、何をしてくるか、ここで。いてつく波動。お、あるよあるよあるよ。お、あるかあるか。次何する、次何する。ルビー仕留めた。ルビスト見ました、私は。ここをルビスト見た。さあ、ディスティナ何をしてくるよ。うお、耐えろ、耐えたら勝ちだ。耐えたらほとんど勝ちみたいなもんよ。耐えろよルビス、頼むルビス、俺に勝ろう。よしよし、あるかあるかあるか。だ、もう逃げちゃダメだ。いや、あと400削るだけだ。うおーありゃー、うおーありゃー、うおーありゃー。
君の声が聞こえる君の声が聞こえるよ。これはすごいぞ、すごいぞ、すごいぞ。お前ら身にもよ、お前らはすごい。やったこんなことあるこんなことある。デスピサロはミニモンに敗れ無運命ですよ。デスピサロはミニモンに勝てないんですよ。いや正直驚いたけど、そんなすんなりは。よしよし、マジですか。もうこれ、このね、判断に対しコメントが凍りついていた環境の中を、もはやもうね、もう驚くほど驚くような戦法で私勝ってしまいました。いやー、もうミニモンたちよくやってくれました。願わくばドラキーを入れたかったな。やったやったぜ、ミニモンで赤目大魔王を討伐、これ以上ない快挙。勝負あり。さあ今のところ無敗で、指導からね無敗でやっておりますね。まあ竜王もほとんど一発クリアみたいなもんすから、だから今のところ順調そのものですよ。教授に行っちゃうんじゃないですか、まさか。さあ魔界の王ミルドラース、そしてやっぱり赤い。やー、赤いね。6400万あんのか。大魔王ミルドラースの戦いです。いや、しかし不幸なことですね。一応ね、これも弱点がね、炎爆発ということで、弱点はつけるモンスターでいきます。よっしゃ。連続ブレスは炎でしょ。確か。連続ブレスは確か炎のはずよ。コトラン頼むぜ、行くぜ。ドラゴンクエスト5出身、オッケーオッケー、炎ですね。さあ先ほど活躍したメタルハンターが再び活躍してくれるか。せーの、よし、いいいい、ダメージいいよ。380も与えてる。魔界の毒域、毒の域、うわー結構食らう。いやもうありがたいですね、情報あった方がありがたいよ。そのためのね、あのこういうライブの公開収録ですからね。おいふん、パサってなってる。いや情報あった方がありがたいよ、僕はそういうの待ってたっていうか。連続ブレス、ダメージ与えてる。ただ向こうの攻撃しないっていうとこあるな。いけ、ゴロつく、ゴロゴロゴロ、おい、よし毎回殺すんで、あの、窓パッサー。魔界の洗礼、デステイルに注意。なんか麻痺とかありそう。おっと、よしよし、受けた、一体受けた、それはでかい。一体避けるのだけでも違うよ。あ、そーれ、よし。よし。今んとこダメージは大丈夫。ダメージは取れてる。何が来る、いけ、ゴロつく、ゴロゴロゴロ、ふん、よし。さあ向こうの3ターン目、01、せーの、よし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 、大丈夫、ダメージはもう十分です。ただ問題はここからミルドラースが何をしてくるかですよね。何してくる、マヤド、ちょ待って、ゴロつき死ぬ、ゴロつきがやられる、ゴロツキがやばいか。506くらってんじゃん、やばいって、それはやばいって、もう諦めねえよスペシャルカード発動。あ、4ターン目で賢者の石もあったか。そうか、賢者の石の方が安泰になったのか。そもそもこれ耐えれないぞ、攻撃来たら。あ、賢者の石か、天使の歌でもよかったのか。なるほど、うわあ、外していく、なんで避けるね。
やばいか。俺の燃焼が止まるのか。マリベルね、天使の歌ね。そうやな、ルビスの祈り、ルビスは違ったか。やばいか。何来る。やばい、イテツクラ終わった。やばい、終わったか。終わったか。やばいか、少し。これはやばいか。これはやばいか。詰んでるか。若干詰んでるのか。若干詰んでる感が出ておりますが、私は諦めません。ミニモンたちが勝ってくれたんですよ。こいつらが勝てないわけがないんだ。おらー、5ターン目に出てた後みんな行動しちゃった。みんな行動してるから意味ないじゃん。仮にいてつくされようが、いてつくは多分むしろ死じゃん。うわー、避けろ、避けるぞお前ら、避けろ。うわー、うわー、終わった。さよなら。そうだよな、普通こうなるよな。ミルドラス強えわ。惨敗。敗因は僕の選択ミス。賢者の石なら勝ってたのにね。